はい、では霊章です。この最初の気質の力を逃がさないように持続させるように筆を引くような感じですね。特に横線ですね。霊章はもう横線が命だと思ってください。この線を引くように少し勢いをつけて、そうするとより扁平に力が動きますのでね、霊章らしくなりますね。